自ら認めたい民族虐待、カタルに落ちた中国報道官会見。中国外務省の華春瑩報道官は4日の記者会見で、米下院が可決したウイグル人権法案をバカな法案と呼ぶなど猛反発した。中国は米国で成立した香港人権民主法に対して米軍艦の香港寄港拒否などの報復措置を発表したばかりで、人権問題をめぐる対立は米中関係の冷却に拍車をかけている。米議員が中国の人権状況を問題視していることを、華氏は本当に無知で恥知らず、不誠実だと主張。米国史を持ち出し、アメリカ先住民を欲しいままに殺戮し、数百万平方キロの土地を占拠し、同化政策を強制したと非難した。さらに一般の中国人の味方として、アフガニスタンやイラクを撹乱してきた米国が、現在は新疆と香港を撹乱しようとしていると指摘した。同自治区をめぐっては、ウイグル族ら100万人以上を強制収容しているとされる職業技能教育訓練センターでの人権弾圧の実態が、国際調査報道ジャーナリスト連合、ICIJ、が公開した内部文書で明らかになった。同自治区人民政府は4日の声明で、同センターの運営は完全に正しいと反論し、過激主義に感化された者らを教育するための施設で、目的はテロリズムを根本から消し去ることだと主張した。中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報編集長、方志仁氏は同法案について影響力がない張り子の虎だとツイッターで言及。新疆問題について不愉快な行動を取った米当局者や議員へのビザの制限や、米外交官らの同自治区訪問禁止を中国が検討していると明らかにした。中国はアメリカ議会決定に神経を尖らせ憤慨している。香港に続く人権侵害を世界に向けてアピールされた。自国の権威、メンツ、が潰されたのだ。見過ごせない。しかし、100年以上も昔のアメリカ先住民、インディアン、迫害を現在進行形の弾圧迫害と同列に並べて、お前らもやってきただろうが、黙れ、と威嚇高に抗議するとは。何のことはない、自分たちがしている所業を認めたことになるではないか。救うべきは今現在生きている人たちだ。歴史から学んできた現代世界は今起きている弾圧迫害殺戮を見過ごすわけにはいかない。昔のアメリカと同じことをやっていると白状したのなら、直ちに一切の暴力的迫害や拷問をやめなさい。自分たちの利権を守るために権威づくでイデオロギーを押し通すのは世界が許さない。多くの日本マスコミはなぜ静かにしている。